カカシってシャリンガンない方が強くない？に対する読者の反応を見ていくぜ。シャリンガンがない方が強いのでは？連載当時は下忍当時のリーたちと比較されて散々笑いものにされていたが、二部のカカシ先生は、一部と比べても明らかに増えているチャクラ量。二代目世代の千代婆様から初見で白い牙と見まがうような実力。強敵を前にして味方の盾となり身を犠牲にして戦士ペイン戦。疑似ヒルゼンのような格図に足手まとい二名を抱えて戦士寸前まで奮戦。と戦争編まででも三人準影クラスの常人を超えたスペックにはなってるからな。それに加えて名門子息と比較されるような一芸を手広く持ってるのは相当鍛え直したんだろうな。ってなる。本来のスキルツリーを順当に伸ばせてたらおそらくは。もともとないスキルツリーを強引に生やして無理やり伸ばしたって感じよね。もともとカカシのセンスと才能で伸びるはずだったスキルのところを据え置きにしてシャリンガンに全振りって感じかな。しかもウチハじゃないから努力を重ねても上積みウチハには多分勝てない。オビトの形見に依存した結果か。父親は3人声らしいけどこの人はそこまでじゃないしね。騎馬以上の嗅覚はやっぱなんかおかしくねえかな。だってほらあれそういう一族的特性じゃん。カカシ自身が人犬使いだし畑家って割と犬塚に近いベースの一族なのかな。多分頭がいいから匂いの解析が騎馬より上で結果的に騎馬より成果を出しているのでは。ここのナルトは一部基準の知識で言ってるから、あと多分ちゃんと比較したんじゃなくてイメージで言ってると思う。千鳥完成、特有の洞察眼、コピー能力、カムイ、言うても通常じゃ手に届かないシャリンガンの恩恵もバカにならんほど大きかったと思う。それこそシャリンガンのカカシコピー忍者のカカシと各国に流しれ渡るほどには。何の感の言ってシャリンガンツリー経由してコピー忍者取得した後に、本来のスキルツリー伸ばした六代目ホカゲ畑カカシがカカシオブザシャリンガンなんてチート除いた全カカシの中で一番強いと思う。でもカカシ列伝でシャリンガンなくなってからチャクラありえないほど爆増してるあたりウチハ一族じゃないデバフも大きすぎるんだよな。カカシは千鳥の他にも術開発してるし、シャリンガンがないカカシの成長を見てみたくはあった。もともと天才も天才で、陰を結ぶスピードがめちゃくちゃ速いし頭も良いから、後出しコピー忍術で発生負けしないとかいう蛮行ができたから奇跡的に使いこなせてたとこはあると思う。ぶっちゃけ千鳥も完成させたというかは机上の空論を強引に実用化したって感じだし、何事もなくあそこを切り抜けられてたら、四代目と相談でもして違う形にしてそう。それこそ自然が改良した術なんだろうね。一点突破の破壊力こそなくなったが取り回しの良さでは大きく勝る。もともと変わり身や分身多用するスタイルだしシャリンガンにチャクラ持ってかれなくなるのは地味にアドバンテージでかいよな。親父の強さが本当に気になるな。まあ三人の長かすむであって三人より強いと言われたわけではないし、対戦でとてつもない功績を挙げたとかの可能性もあるが、この派の人について理解力めちゃくちゃ高いあの大名がものすごく評価したしまあ強いんだろうなと。そもそも親が三人すらかすむほどで本人も最年少で中人だろ？シャリンガンなんて成長デバフでしかねえ。もともとある、知力の高さを活かせる洞察眼、陰の速さ器用さを活かせるコピー能力、優れた体術を活かせる動体視力、割とハマってる気がするけどな。通常より早いチャクラ消耗が唯一のデバフ。ナルトが引き合いに出してるの全員一部基準だからな。嗅覚は牙が上だしシャリンガンの基本能力はサスケノが使いこなしてそうだし体術だけならリーも勝てるんじゃないだろうか。牙は確か明確にカカシを超えられた描写あったよな。二部開始時点では正直カカシのがシャリンガン使いこなしてそう。ナルトはクラマを失い、サスケはリンネガン潰された現状見ると、マジでカムイ残しといてくれたらなぁ。まあもうカカシ先生には戦ってほしくないけど唯一残ったライバルとどこまでもバカやっててほしい。シャリンガンがデバブなんじゃなくて、今まで修行してこんかったのが悪いだけやからな。シャリンガンがなかったらその分他のスキルが向上するやろうけど、やっぱり墓参りで修行戦で鈍りまくるから原作と同じくらいになる。真面目に修行しとる場合は、カカシの実力は2部しかまる以上の頭脳、2部騎馬以上の嗅覚、2部序盤サスケ以上のシャリンガン、2部リー以上の体術になると思う。何事も一つのやり方に高齢しすぎたら良くないよね。無意識に戦術絞ってそうだし、ただでさえ内派の体じゃないって点で明確なデバフあるのに。カカシの千鳥も劇中で防御できた奴が確か存在しない切れ味だったはず。範囲は螺旋眼に劣るが暗殺用だから確実に殺せればいいっていう。
水月岩口取りは暴力家らしい。貫通力に関してはボトン中最強らしいから。厳密には千鳥そのものではなく草薙の剣に流した千鳥刀な。ただそれ言った後に普通に防がれてるから何もまとってない通常宮内や刀同士の戦いにおいての話だと思われる。おびとはおびとで木遁幕とか陸道幕とかでコスト踏み倒してるし実際のカムイ単体の強さって未知数なんだよね。やっぱ雷影のライトン鎧はおかしいわ。なんで一点に集中した千鳥を普通に受け止めれんの？所詮はサスケの千鳥だし。雷影親子、特に三代目はライトンの鎧に加えてそもそもが通常の人間とは比べ物にならないくらい硬いからね。目を隠して疑似的にオフしてるけど、微量に常にチャクラ持っていかれてるとかありそうだし。でもさすがに、シャリンガンが足を引っ張ってたとしても、普通両目かかし台なりシャリンガンかかし片目かかし、ぐらいの強さでは？断像だってシャリンガンなんて使わず自前の風トンだけで戦ってればサスケなんて粉みじんだったのに。なわけあるか。スサノオを出したサスケに勝てない雑魚だからイザナギ使いまくったんだよ。まあ前世紀ならもう少し強かったんだろうけど。むしろ虎の子のイザナギを使う決断を即決してるのがさすがだなって。あのたくさんの目を持ってることが露見するだけでこの葉の自分の立ち位置が危うくなるし。スサノオを自力で突破する戦法を一つ持ってる時点で上積みなんだよな。単純比較が難しい上にオビトの目をもらうのとその時の言葉がなくてモチベタ持てたかというと謎だからなんとも言えない。雷霧って超活性化した身体能力で高速で距離詰めて岩すら貫く突撃を叩き込む技なわけだけど、よりによって師匠が飛雷神マスターでそれの上位互換的な技を常用してるのがな。雷霧より速いマーキングくない、飛雷神、螺旋丸。カカシも天才なんだしちゃんと指導受けてたら飛雷神習得できたんじゃないかな。ライトントラップ分身とか、分身二人攻撃とか好き。オロチマルが傷一つつけられないとはね。って思ってたビジューチャクラをスパスパ切るおかしいでしょ。こいつらのチャクラドトン属性だったのか？シャリンガンに偏ると足元救われるのは断像が身をもって証明してくれてるからな。純内派の皆さんだってトン術や手裏剣磨いてるし。デバフはシャリンガンじゃなくて日課の墓参りの方。チャクラ量もナルトの1、3とかめちゃくちゃ多いからなんとかなってるだけやぞ。2部ではチャクラコントロールを磨いて消費を少なくしてるから多くなったようになってるけど。朝5時に早起きし、遅刻する時間帯までずっと墓の前に突っ立ってるカカシ先生のデイリーミッション。歴代最年少クラスで中忍上忍試験合格するエリートだしな。当然シャリンガンなしで。解除できない分常時チャクラ食うみたいだし、シャリンガンにチャクラ咲く必要なくなったからな。燃費が悪い戦い方してたみたいなもんだな。それでもシャリンガンあった方が強いではあったと思うが、シャリンガンなくなったらなくなったで別の方向に伸びた。かぐや戦でも両目万華鏡になったばかりでかぐや封印のための作戦思いついてたりとマジで頭の回転が早すぎる。手札の多さ考えると鹿丸より立ち悪いんじゃねえか？そもそもメンタルボロボロで修行とかしてる場合じゃなかったから。シャリンガンなしで正しくスキルを伸ばしていったカカシを見たかった。四代目の正統進化版みたいなスマートにサクサク敵を殺していく忍者になりそう。畑家も忍犬使いの家系なら犬塚家以上の花でもおかしくはないと思う。シャリンガン受け取る羽目になった経緯があれでその後あれしちゃったしメンタルボロボロなのだ。最大出力はシャリンガンあった方が強いだろうから、長期戦ならシャリンガンなかった方が安定して戦えるのかな。そもそもコピー忍者って運用自体シャリンガンでやってるのは陰見切りまでデイトンマスターは自力だよな。イタチに内派でもないのにシャリンガン使いこなしてると言われるほどだし、内派じゃないからすごいチャクラとスタミナ消費するけど。シャリンガン時代にコピーした線の術あってこそ、今の万能かつスタミナ豊富なパーフェクトカカシだから、あの時代も無駄ではなかったんだ。仮にシャリンガンなしのまま順当にスキルツリー伸ばしても同じレベルに立てるかどうかは別だからな。